フォレスト・タッカーはアメリカ合衆国の俳優である。1919年、インディアナ州のプレーンフィールド生まれ。農場を営む家庭で14歳の時に行われたシカゴ・バンコク博覧会へのパフォーマーとして参加してキャリアをスタート。舞台で経験を積み、所属していた劇団が閉鎖されたことをきっかけに1939年、あたりからカリフォルニア州へ渡り、 映画の世界に足を踏み入れた。1940年にゲイリー・クーパー主演の西部劇映画、西部の男で映画デビューを果たす。1941年にはコロンビア・ピクチャーズと契約し、専属俳優として活動を始めるが、第二次世界大戦中は一時俳優業を休止してアメリカ陸軍へ従軍した。第二次大戦が終わると、再び、 小ビジネスの世界へ戻り、1946年から、小鹿物語などでキャリアを再開させた。それ以降は、順調に出演作品を増やし続け、テレビシリーズなどへも数多くクレジットされている。また映像のみならず引き続き舞台作品へも、積極的に出演を続け、ブロードウェイ舞台などへも出演して、俳優として、格好たる地位を確立した。これまで4度の結婚歴があり、 最初の結婚は1940年から10年続いた。二度目の結婚は1951年だが、妻の死去によって1961年に三度目の結婚をするが、1985年に離婚。最後の結婚は1986年だったが、タッカーの死去により結婚生活はわずか一年にも満たなかった。1986年、 カリフォルニア州のロサンゼルスにて、肺がんのため死去。67歳だった。ありがとうございます。